カバノキカは、草使用植物のトガで、六族百五十種ほどの落葉樹からなる。北半球の温帯を中心に、一部南半球にも、分布する。花は、単性の風梅花で、花碑はないかまたは、小さい額がある。雌花は、旧花状、または、登場の花状をなす。尾花は、お状花状となる。葉は、ノコギリ葉のある単葉で五星し、拓葉がある。 バ花にのミカヒがある。カバノキやかと、メバナにのミカヒがあり、脂肪界のハシバミやかに分けられる。果実は種子を1個含むンカで、翼を持つものもあり、小型のものが多いが、ハシバミ族では、大型のどんぐり状になる。よく知られるものでは、木材などを利用する、シラカバ、ナッツとして食用にする、西洋ハシバミなどがある。カバノキカの一部の族は、マツカや、 ブナカの樹木と並び、菌類と樹木の根の共生関係である菌根、特に外菌根を形成する。菌根を形成することで、土壌中の栄養分の効率的な吸収や菌類が作り出す抗成物質による土壌中の樹木に、有害な微生物の駆除等の利点があると考えられている。共生する菌類は、天狗竹か、イグチか、風船竹かなど複数にわたって知られる。 菌類の子実体は大きく成長し我々が、キノコとして認識できる種類もあり、中には食用にできるものもあるが、マツカや、ブナカと共生する菌類に比べるとその数は少ない。にやかに分かれると考えるのが主流である。ありがとうございます。